はい、どうもこんばんは、ミスチラー TV です。ミスチルがね、今年の大晦日、紅白歌合戦12年ぶりの、2008年のギフト以来12年ぶりのね、出場が決定したじゃないですか。まだね、その紅白で何の曲をやるのかっていうのは公に発表されてないんですよ。なんで今日はね、この動画のタイトルにもある通り、このね、日本一のミスチルファン、通称ミスチラーのおわきちがね、今年の紅白歌合戦でミスチルが何の曲をやるのかをね、予想してやりたいと思います。はい、という感じで、まあ僕と皆さんでね、コメント欄でいろいろ予想し合いたいなとは思うんですけど、まあこのね、予想が当たったらね、もう本当にこの僕をね、僕おわきちを日本一のミスチルファン、通称ミスチラーとしてね、称えてほしいんですよ。なんで、まあ、外れた時はね、仮に外れても僕何も謝りませんし、別に褒めてもらわなくても構いませんし、ただ当たった時だけはもう本当僕をね、盛大に褒めてほしいんですよ。やっぱり本当にこれはね、このミスチラー TV っていうのは本当に皆さんに僕がいかにミスチルマニアなのか、もうミスチルファンなのかを、もう僕はマウントを取る だけのね、番組なんで、本当褒めてほしいんですよね。褒めてもらうためだけに、ミスチラー TV やってるんで、本当まあそういうだけなんで、本当にミスチルを、なんかミスチルファンとしてなんかいろいろ共有し合いたいっていう気持ちは一切ないんで、はい。当たった時はもう盛大に褒めてくださいという感じで、まあね、本当に、いろんなデータベース、僕の中にはそのミスチルに関するデータベース、この頭の中にあるんですよ。だからもう本当に、いろんな方向からのデータベース、この頭の中にあるデータベースを駆使してね、もう分析して、予想してますんで、もう本当僕は毎日ね、こうやってミスチラー TV として、毎日ミスチルに関する動画を出してる。本当にもうミスチルのことを毎日ね、もう毎日考えてるんですよね。もう夜も寝れないぐらいミスチルに関して考えてるんで、まあ本当にこれ当ててやりたいと、予想はね。本当にすごいプライドがあるんで、プライドと責任があるんでね、もう絶対当ててやろうと思います。でね、まあ、予想1なんだけど、多分ね、サウンドトラックスの曲からやるんじゃないかなって思うんですよね。やっぱりその、もう日テレのあの音楽番組とか、昨日の FNS 歌謡祭とかも、やっぱりサウンドトラックスの曲をやってるじゃないですか。やっぱり多分ね、紅白もサウンドトラックスの宣伝の一環として出場するんだと思うんですよね。だから、おそらくサウンドトラックスの曲からやるんじゃないかなとは思うんですよ。で、紅白って僕あんま見ないからよくわかんないですけど、2曲やるんですかね。1組で2曲やるパターンってあるんですかね。まあ、サザンオールスターズが2018年出た時に、確か2曲やったんですよね。希望の轍と勝手にシンドバッドやったから。ミスチルもその可能性もなくはないかなとは思うんですけど、まあ、やるにしても2曲、やるにしても多分サウンドトラックスの曲と、プラス昔の名曲みたいな感じなんじゃないかなとは。思うんですけど、まあ、とりあえず、サウンドトラックスの曲からは、多分やると思うんですよね。なんで、まあ、サウンドトラックスから攻めようと思って、今このホワイトボードに、サウンドトラックスの曲を書きまして、まあ、ここから予想します。はい。という感じで、まあ、やっていきましょうか。まあ、1曲目のこのダンシングシューズですよね。ダンシングシューズは、おそらくないと思うんですよ。なぜかというと、まあ、タイアップもないし、で、やっぱり一曲目って、やっぱりその、大々的に出しちゃうと、そのアルバムとしての聞き応えが損なわれる気がするんですよね。やっぱりこの僕、ダンシングシューズは、その、タイアップもなかったし、事前にYouTube チャンネルの方で、PV が、そのミュージックビデオが出たわけじゃない、でもないし、やっぱり一曲目、どんな曲なんだろうってすごいワクワクした経験があるんですよね。サウンドトラックス聞いた時。だから、やっぱそういうその、アルバムを聞く楽しみっていうか、損なわないようにも、その、ダンシングシューズはやる可能性はかなり低いと思うんですよね。だから、僕はダンシングシューズは、なしだと思います。多分これはやりません。今でも、サウンドトラックスリリースされても、マインのミュージックビデオは、YouTube チャンネルでアップされてないじゃないですか。やっぱりそこを、やっぱりそのアルバムを、聴いてほしいと。アルバム買って聴いてほしいっていう、そういう意思があるんじゃないかなと思って、ダンシングシューズはなしです。で、ブランニュープラネットもないと思うんですよ。これはなぜかというと、昨日の FNS 歌謡祭でやったし、やっぱやってない曲やるんじゃないかなと思うんですよね。その、テレビでもやってない、ミュージックビデオも出てないみたいな曲をやるんじゃないかなって予想で、これやっぱり日テレの、あれじゃないですか、日テレだっけ ?FNS か、ちょっとテレビ曲わかんないですけど、ドラマの曲じゃないですか、姉ちゃんは変人だっけ、ね、え、姉ちゃんは、姉ちゃんは恋人、すいません、タイトルわかんないですけど、姉ちゃんは変人の、主題歌じゃないですか、曲も違うってんで、やりづらいんじゃないかなと思って、でもやったし、PV も出てるし、みたいな感じで、ブランニュープラネットも可能性は低いと思いますね。
ターンオーバーもなしだと思います。同じです。確か同じテレビ局じゃなかったっけ。うん、まあこれもドラマの主題歌だったし、うん、やんないんじゃないかなって思いやすね。うん、ターンオーバーも。で、僕ね、ちょっとね、これ君と重ねたモノローグ、これちょっとね、もしかしてあるんじゃないかなってことで保留します。で、ロスタイムもなしですね。これもアルバム曲だし、うん、これは多分そのタイアップもないだろうし、やらないと思います。ドキュメンタリーフィルム、ちょっとね、ドキュメンタリーフィルムもちょっと微妙かな、どうなるか分かんないけど。で、一番熱いのはこれですね。これバースデー、これ熱い、これやりそうですよね。うん、でね、なんかね、スポーツ新聞かなんかで、ね、その紅白に出場するグループ欄みたいなのが出てて、でなんかやる曲もなんか出てたんですよね。でそこでそのミスターチルドレンバースデーって出たんですよ。まあこれね、こう公に出てないから本当かどうかわかんないけど、スポーツ新聞が出すってことっていうか、出したってことはもしかしてって可能性もあるんですよね。本当火のないところに煙は立たないっていうし、もしかしてそのやっぱりスポーツ新聞の情報筋だから、もしかしてって可能性があるんですよね。僕だから、俺その初めてそのスポーツ新聞見た時に、あ、バースデーやんだって思っちゃったし、結構熱いんですよね、本当に。バースデーはやる可能性めちゃめちゃ高い。この中でもやりそうだと僕は思いますね。うん。で、アザーズも微妙かな。うん、これはちょっとなんかテレビでやるにはちょっと、まあ、NHK ってやっぱりその、まあ、真面目ぶってるテレビ局だし、これ結構その、エロいんですよね。エロい曲。すごいエロいんで、エロいから、これやんないんじゃないかなって思うんですよね。そう。めちゃめちゃエロいんで、これはちょっと NHK にはそぐわない内容の曲だから、これはちょっとあまりないなと。で、ザ・ソング・プレイズもないと思いますね。これは、その日テレの音楽番組でやったし、そう、曲が違うから、確か日テレのね、ZIP の曲だから、そう、ZIP の曲だから、多分これは、やりませんね。別の、あれなんで、曲なんで。で、メモリーズも絶対やりません。うん。これはもう完全にアルバム曲だし、アルバムに入ってこその価値を見出してる曲だと思うから、ね、やっぱり最後の曲だからね。そう、最後、この、サウンドトラックスを締める重要な曲だから、これは本当になんかテレビとかでやってほしくないし、やらないと思うしっていう感じで、一番僕が熱い、もうこれは絶対やるんじゃないかなって、その、まあ、紅白でやる、予想で一番その押してるのはバースですね。うん。で、次に君と重ねたモノローグがこの、ね、ドキュメンタリーフィルムですね。うん。だから1位、2位、3位みたいな感じですね。はい。という感じで、まあ、僕はね、バースで押します。はい。はい。僕、これが1位ですね。はい。なんで、はい。これ当たったら僕を本当褒めてくださいという感じで、うん。おそらくっていう感じです。まあ予想は終わりましたけど、まあできればね、どの曲やってもいいんですよ、ぶっちゃけ。まあ正直そのね、ブランニュープラネットとザ・ソング・オブ・プレイズはもうテレビで見たから、もうやんなくていいんですけど、正直それ以外の曲はやってほしいですね。うん。で、できれば桜井さんにギター演奏してもらいたい。ギターを持った曲。うん。バースデーはギター持つんかな。結構アコースティックなサウンドが特徴的だから、もしかして桜井さんがアコースティックギターを持って演奏する可能性も大いにあるんで、うん、だったらバースでやってほしいですね、という感じです。はい、今日の予想は以上でした。はい、皆さんどう思いますか。僕の予想結構もしかしてあるんじゃないって思っちゃった方も多いと思うんですけど、まあね、こういう、ミスチルに関する動画をね、毎日アップする、まあ、ミスチラー TV を展開してますんで、ぜひね、このミスチラー TV、おもれー、この人おもれーって思った人は、ぜひね、チャンネル登録、高評価、お願いします。で、Twitter、Instagram もやってますんで、ぜひフォローお願いします。でね、僕自身ミュージシャンやってるんですよ。うん。これ知らない方もしかしているかもしれないですけど、僕ね、ミュージシャンやってるんですよね。うん。で、まあ、このミスチラー TV をなんで展開してるのかというと、まあね、僕の曲の宣伝なんですよね。うん。これがメインで、そう。この僕の曲の宣伝っていうのが、このミスチラー TV のメインなんで、うん。で、僕ね、その、昨日、サウンドトラックスと同時発売の、まあ、僕の4枚目となる、通算4枚目となるシングル、剣軍サボタージュっていうのが、昨日ね、リリースされました。うん。iTunes でも販売してますし、まあ、Apple Music とか、Spotify とか、LINE Music みたいな、サブスクを利用してる方だったら、まあね、その、サブスクでダウンロードができるんで、ぜひね、僕の曲を、
もう聴いてください。ミスチルの曲と同時ね、うん。という感じで、はい、宣伝が終わりました。はい。まあ僕の曲もいろいろ出してるんで、で、僕も自身も紅白にね、いつか出てえなと思ってるミュージシャンなんで、ぜひ、僕の曲も聴いてください。という感じで今日の動画は以上です。ありがとうございました。サボタージュ、授業は受けぬが部活には顔を出す。サボタージュ、昼夜が逆転、朝寝て夜起きる。サボタージュ、教師の呼び出し関与で知らぬ。サボタージュ、自由っていい感じ。